どうも皆さん、工藤でございます。本日は2022年の10月21日金曜日でございます。現在の時刻は朝の6時30分ジャストでございます。はい、今日からね、10月の、3分の1、残り3分の1が始まったという表現で合ってるかな。ちょっと昨日ね、後半戦なんだか中盤戦なんだかみたいな話しましたけど、はい、まあ残り3分の1を切ったということですね。はい、気づいたらあっという間に11月ということは、私もあっという間に29歳と、もうあっという間に30ですよ。もう来年ね、20代になった頃はね、やっと20歳だとかね、でもないか、なんか20歳も意外とあっという間だった気もしますけどね。今となって考えてみれば、でも30になるのは結構早かった気がしますね。はい、まだ1年あるんですけどね、まだ1年以上あるんですけど、はいね。まあこの前のポポさんとの配信でね、お互いにね、ポポさんと私は同い年ですから、30歳になるまでに何かやりたいことあるみたいな話したんだけど、まあ、私の方でね、話振っておきながら、私自身も特に何も考えてなかったという話になってましたけど、30にね、なるまで、あと1年と1ヶ月くらいか、1ヶ月ちょいぐらい、ね、ありますから、何かね、ちょっとこう、やってみたかったこととか、ね、ちょっと新しくチャレンジしたいこととかね、あれば、ね、やっていきたいなとは思ってるんですけど、今のところでは、現段階では、そうだね、これといって今ここでパッと、ね、出てくるものはないんですけど、強いて言うなら、そうですね、なんかこうやっぱポッドキャストとかね、それこそ今年はね、この29歳になる年は、ポポさんとね、一緒にこう番組を、はい、今日の夜 やりますけどね、おしゃべり、アニメの話をね、おしゃべりすることになったりとかっていうね、チャレンジということでもないんだけど、っていうことができたし、まだ1年ね、以上ありますから、またこのポッドキャストを通じて、コラボなのか何なのかはわかりませんけど、またね、別のこと、新しいことができたらいいなとはね、思ってますけどね。はい。そんな感じです。はい。今日は、そうですね、ここ最近に比べると結構あったかい日らしくて、最高気温が20度いくつったかな、なんか全国的に結構あったかい日らしいですね。はい、朝ね、気温測ったら13度だったかな、が最低気温でね、最低気温13度で朝の気温が13度となってますんで、これ以上寒くならないみたいなんで、今日は比較的過ごしやすい日なのかなと感じております。はい。OK。じゃあ、その辺にしといて、私のね、年齢の話は置いといて、今回はですね、昨日、一昨日と、ちょっとね、アニメの感想の話できてなかったんで、今日は、ね、忍びの一時の第1話を見た感想をちょっと喋っていこうかなと思います。はい。皆さん見ましたかね、忍びの一時。アニメです。はい。2022年秋アニメとして放送、配信されているアニメ、忍びの一時、オリジナルアニメです。はい。ですね、忍びの一時なんですけど、これね、昨日もちょこっとだけ言ったと思うんですけど、FOD 独占の作品になってます。はい。なので私もね、危うく見逃すところだったんですけど、実は。YouTube でね、YouTube でこの忍びの一時のね、次回予告だったかな、の動画が流れてて、あれ、そういえばまだこのアニメ見てないよなって思って調べたら、10月の4日だったかな、くらいからもう始まってるって話が出てて、やべえと思って。見てねえじゃんと思って、で、調べたら FOD 独占、あちゃーみたいな。FOD 独占か、あちゃーみたいなね。ってことはもう2週間ぐらい過ぎてるし、
もう1話はね、大体無料で見れるんだけど、この手のね、作品って。うん。なんだけど、まあ1週間限定で最新話放送ってなると、第2話がもう無料で見れなくなってる可能性あり、かなというふうに思って、ああ、もうダメかな、間に合わないかなと思ったんだけど、まあ念のため調べてみようと思って、FOD で、この忍びの一時、検索かけてみたところ、なんと、まあ1話はね、無料で見れて、かつ、2話、3話まで更新されていて、そして、なんと、2話、3話も無料で見れるという状態でございました。はい、ラッキーですね、ラッキー。多分ね、まあ私みたいな見逃してる人間のためのなんか救済措置的なものなのかもしれないんだけど、うん。どうなんだろうね。ただね、2話3話に関しては、10月の25日まで無料となってるみたいなんで、まあ今日10月の21日ですから、まだあとね4日、まあ5日ぐらいありますから、今日この配信聞いて、まだ実は見てないんすって。見てないんすはないか見てないんですって。うん。私も見逃してましたとかっていう人は、FOD で、会員登録とか必要なく、うん、見れますんで。ただなんかアンケートみたいなものはね、確か回答する必要があるんじゃないかな。うん、ちょっとした、なんか、年齢、世代だったかなとか、性別あとなんか、住所あ、じゃあ、郵便番号。の、まあ、アンケート回答がね、必要だったりはするんですけど、私の場合はね、1話見た後の2話目を見ようとしたらね、出てきましたね、アンケート。うん。まあ、なので、そのアンケートの回答はちょっと必須かもしれないんですけど、会員登録とか必要なく、誰でも無料でね、はい、見れるようになってますんで、ただおそらく、今後は、まあ、1週間限定で最新話が更新されていくスタイルだと思います。おそらく。うん、今ね、期間限定で、その2話、3話が無料で見れて、まあ、1話はね、ずっと無料で見れると思うんだけど、まあ、1話だけ無料で見れてもなっていうね。うん。まあ、1話無料で見て、面白いな、続き見たいなってなって、全部有料っていうね、残りね。うん、っていうパターンだと思うんで、まあ、FOD に、まあ、プレミアム会員とかになってる人はいいと思いますけど、まあ、私みたいにね、FOD 登録してないっていう人は、まあ、一週間ね、最新話追っかけていく必要があるのかなというところではありますかね。うん。ただ今は、2話3話に関しては、10月25日まで、無料で配信されてますんで、まだ間に合いますんで、うん。まだ間に合いますんで、ぜひ、見てほしいなと思います。はい。で、肝心の、見た内容ですね。1話から3話まで私見たんですけど、まあ、ざっくり言うと面白いですね。結構面白かったね。うん。まあ、忍者アニメです。まあ、忍びの一時と言ってますから、完全に忍者をテーマにしたというか、うん。今公式サイト見てますけど、全員忍者って書いてます。うん。まあでもそうかな。出てくる人たち、ほぼほぼ全員忍者か。うん。ただ、全員忍者ってわけでもないんだよね、実際。確かそのはず。主人公、まあ、これネタバレになるのかわかんないけど、ちょっとネタバレ嫌だっていう人は、ね、もうちょっとここだけ耳塞いでおいてほしいんだけど、お母さん、主人公が、まあ、男の子いるんですけど、イントロダクションだけ読んじゃいきましょうか。イントロダクションで多分公開されてるやつだったら大丈夫じゃねえか。ね。さすがに公式サイトでイントロダクションとして公開されてる情報だったら多分ネタバレにはならないはず。まず忍者は存在しないと我々は思っている。仮に忍者が存在したところで忍者はその姿を我々にさらすことはない。だからこそ忍者は表向きには存在しないのだ。主人公桜庭一時は我々と同じく忍者は存在しないと思っている普通の男子。彼には普通の幸せで輝かしい日々が約束されているはずだった。ある日、一時は命を狙われ、それが甲賀忍者の仕業であると聞かされる。なぜ一時は命を狙われたのか。それは彼が由緒正しき伊賀忍者第19代正統後継者だったからなのだ。
伊賀と甲賀は長年対立しており、甲賀は伊賀を侵略しようとしている。一時が生きるためには自らも忍者になるしかない。こうして誰も知らない忍者の世界に身を投じる一時、一人前の忍者となるべく学び、戦い、苦難に立ち向かう。だがそれは一時が辿る過酷な運命のほんの序章でしかなかった。アルドノアゼロ、アイドリッシュセブンのトロイカが放つ先の読めないオリジナル忍者アクション2022年放送開始となっております。はい、そう、トロイカさんがね作ってるんですよねこれ。うん、まあ、さっきねアルドノアゼロとかアイドリッシュセブンとか言ってましたけど、あのアイドリッシュセブンはちょっとさすがに私見てないんですけど、アルドノアゼロはね当時リアルタイムで見てましたね。うん、まああのロボットアニメですかね。確か花江夏樹さんが主人公の声を担当されていて、オープニングエンディングを、沢野博之さんがプロデュースした、プロデュースっていうかプロデュースか、あの音楽を手掛けて、ヌジーク、ヌジークっていうさ、あの沢野博之さんのなんていうのプロデュースアーティストグループっていうかあるじゃないですか、沢野博之ヌジークって。うん、あれの確か一番最初のファーストシングルとかが使われたのが確かアルドノアゼロだった気がする。確か違ったかな。当時見てて音楽めっちゃかっこええみたいな。ね、曲名なんだっけな、曲名アライズだったかな。なんかそうだ、劇中曲も沢野博之さんが確か担当してた気がする、アルドノアゼロね。うん、そう、当時もね結構あの好きで見てましたね、アルドノアゼロね。うん、まあ、そんなトロイカさんがDMM ピクチャーズさんとだったかな、うん、一緒に作ってるのがこのオリジナル忍者アニメ忍びの一時ですね。はい、でイントロダクションちょっと読んでみたんですけど、まあこれね大体まあ1話の内容がそのままっていう感じですね。まあところどころあのネタバレじゃないけどあの省いてはいますけど、まあ、基本第1話の内容がそのまんまっていう感じではあります。はい、そう、あの忍者っていう存在を、まあ、普通の人々は知らないんだけど、実はその裏で、まあ、忍者という存在が暗躍しているという世界観ですね。で、あの、まあ、さっきね伊賀忍者、甲賀忍者って出てきましたけど、まあ私もね忍者のことそんな詳しいわけじゃないんだけど、まあ、伊賀忍者、甲賀忍者ぐらいは、まあ、なんとなく、うん、まあ忍者の有名な二大巨頭みたいな感覚で合ってんのかな、知ってますけどね。あの今パッと思い出したけど、あの VTuber のさ、あのポコピーポンポコさんとピーナッツくんいるじゃないですか。あの確かポンポコさんは確か甲賀流忍者じゃなかったっけ、設定って言うとあれだけどね、確か甲賀流忍者のタヌキっていうねキャラクターだった気がするんだけど、違ったっけ。確か甲賀流忍者って言ってた気がするんだけどな。うん、まあ、だから甲賀って滋賀県発祥の忍者なのかな。で伊賀ってどこにあるんだ。伊賀っていうと東海あたりがイメージなんだけど、違うの。伊賀ってどこにあるんだろう。よくね伊賀市は、あ、三重県だ。そうか、三重県にあるのね。はいはいはい。で、甲賀は甲賀市。甲賀市ってあるのかな。甲賀市ってあるんだね。あ、やっぱ滋賀県だ。うん。まあだから、滋賀県の甲賀と三重県の伊賀が、まあ忍者の二大巨頭っていう感じだと思うんだけど、まあその二つのその組織の対立みたいなものを描いてる作品ですね。うん、で主人公の桜庭一時くんっていうのは、伊賀忍者の所属っていうとあれですけど、主人公の桜庭一時くんは普通の男の子なんですよね。うん、そもそも忍者のことも何にも知らない、普通の男子中学生かな。うん、でお母さんとの二人暮らしで、お母さんはね、サービスエリアだったかな。で働く、まあ、パートというかでも店長だったかな。で働いてて、まあ、主人公の桜庭一時くんは普通の男子中学生で、なぜか子供の頃からいろんなね、あのなんていうの、塾とか、
柔道とか、ね、体操とかいろんなね、習い事をやらされるんだよね。うん。で、友達からね、ちょっとカラオケ行こうぜとか誘われても、ごめん、今日はちょっと習い事があるからって言って、まあ、断って、習い事をや、ね、取り組んでたんだけど、まあ、ある日ね、なんていうの、普通に、まあ、過ごしてたんだけど、ある日、まあ、とあるね、女の子から、ラブレターをもらうんですよね。うん。で、ラブレターをもらって、で、浮かれて、で、お母さんに、その子と付き合いたいんだみたいなことを言うんだけど、お母さんが認めないと。うん。なんかね、お母さんの雰囲気がさっと変わるんだよね。うん。初めて出会った子でよくわかんない子なんだよね、みたいな。って言ったら、お母さんの雰囲気がさっと変わって、そんなの認めません、みたいな。うん。まあ、主人公のね、桜庭くん、一時くんからしたら、はぁ、みたいな。お母さんになんそんなの言われる筋合いねえよ、みたいな感じかもしれないんだけど、まあ、主人公はまだね、その段階では、自分がその、伊賀忍者の、なんていうの、ね、第19代正統後継者であるみたいなこととか、まあ、忍者の存在自体知らないから、うん。だから、まあ自分がだいぶ重要な人物であるってことをね、自覚してないから、ね、まあ罠にはめられてるのか、そうでないのか、みたいなね、ところもわからないんですよね。うん。で、まあ実際にね、その、女の子と、まあ、デートすることになると、お母さんに黙ってね。お母さんに黙って、デートをすることになるんですけど、急にね、女の子に、うちに来ないって言われるんですよ。うん。うちに来ないって言われて、まあ、普通の女子だったらいきなり、まあ好きな男子とはいえ、いきなり初日のデートからね、家に誘うことなんて仕事はしないと思うんだけど、さすがに。まあそれでホイホイついていく男子もちょっとどうかなとは思うんだけど、うん。まあでも、ね、家に来ないって言われて、一時くんは行っちゃうんですよね。うん。で、行って、で、いきなりあの女の子がね、服を脱ぎ出して、うん。キスをね、しようとするんだけど、主人公の一時くんは、いや、まだそんな心の準備もできてないしって言って、こう、拒絶するんですよね。うん。いや、こんなのドッキリでしょって言って、それこそベッドの下とかに誰かいるんじゃないって言って、さって覗いたら、忍者がいるっていうね。うわーみたいな。それで、なんていうの、一時くんに告白してきた、デートした女の子っていうのが、まあ、甲賀から送られてきた、まあ、資格であるっていうことがね、発覚するということでございます。まあ、それで、まあ、命を狙われて、いろんなね、甲賀の忍者に命を狙われるんですけど、そこをね、仲間の忍者が助けてくれて、まあ、なんとか生き延びると。うん。それで連れて行かれたのが、その、実家。お母さんだったかな？お父さんだったかな？そう、お父さんはいないんだけど、で、実家に連れて行かれて、で、そこで初めて、あなたは、第19代の正統伊賀忍者の後継者なんだ、みたいなこと言われて、うん。継ぎなさいってお母さんに言われて、お母さんはね、お父さん、その、一時くんのお父さんがもともと18代なのかな、もともとその伊賀の忍者で、まあ当主、ご当主だったんだけど、まあ、それが亡くなって、でお母さんはねもともと忍者じゃないんだよね、一般人、うん、だったんだけど、そのお父さんが亡くなったということで、その代わりを務めるために今はねお母さんが18代のご当主になるのかな、18代のご当主として今頑張っていると、母親一人で、うん、だからその息子である、まあ、一時くんが19代の正統後継者になるということなんだけど、お母さんに言われてね、忍者になりなさいって言われるんだけど、無理まあ当たり前だと思うんだけどさ、今までそんな忍者のことも何にも知らなかった普通の男子中学生がいきなりね、あなたは伊賀忍者の正統後継者だから忍者になりなさいって言われても、は？ってなるよね。うん。で、普通のこれまでのね、輝かしい青春は送れなくなるわけですから、うん。それこそ子供の頃から習い事をねやらされていた一時くんは、まあ高校に行ったら普通のね、なんか青春したり、
友達と遊んだり、彼女とデートしたりとか、そういうことをしたかったんだけど、まあ、それもできなくなると言われて、いや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 、みたいな。無理無理無理、みたいなことを言うんだけど、まあ、それで、おじさんかな？うん、おじさんのね、その忍者、その人も忍者なんだけど、出てきて、まあ、お母さんのことをいろいろ教えてくれるんだよね。うん。で、その時に、そのお母さんが、お父さんの代わりに、その、当主の代行をしているっていう話も、まあ、聞かされて、で、もともと一般人だったんだけど、その伊賀の、ね、ご当主として、今はその重圧と戦っているんだ、みたいなことを言って、で、おじさんが、そのお母さんと口裏をね、合わせていて、もしね、一時くんが、なんていうの？いや、僕は忍者にならない。普通の生活がしたいって言うんであれば、そのおじさんが逃がしてくれると。うん。他の忍者には黙ってね。お母さんとは口、お母さんとそのおじさんだけが知ってるんだけど、おじさんが逃がしてくれると。ただその場合はお母さんが一人で、今後ね、その伊賀忍者をまとめて戦っていかなければ、戦うっていうかまあ、まとめてね、やっていかなければならないってなって。うん。まあ、それで、まあお母さんはね、すごく大事に思ってる主人公ですから、うん。だからそんなお母さんを一人で残してはいけないよって言って、で、泣きながら、まあその自分が忍者になることをまあ認めるという話がまあ第1話ですね。はい。まあちょっと完全に1話のネタバレにな、ネタバレというか、ね、話を丸々してしまったんですけど、まあでもそんな感じで、なんだろうね、他のチート系の主人公とは違うんですよ。そう。この主人公ね、まあ、今後もしかしたらそういう能力が開花していくのかもしれないんだけど、うん。どっちかっていうと、だから、ナルトに近いのかなって。同じ忍者アニメで言ったら、ナルト。ね、ナルトもさ、まあ、最初はそういう、なんて、まあ、もともと忍者にね、ほかげになるっていう話ですけど、まあ、落ちこぼれって言われてさ、で、ね、その、お腹の中にキュービーを埋め込まれて、化け物化け物って言って、ね、みんなから蔑まれていたけど、まあその、とあることをきっかけにさ、素晴らしい忍者になって最終的にはほかげになるっていうね、話ですけど、あれも、ナルトもさ、最初からすごいね、チート能力を出してたわけじゃなくて、まあ、徐々に成長していって、まあ、いろんな出会いがあって、みたいなね、話だったと思うんですけど、このね、忍びの一時もね、本当に主人公、普通の、まあ、柔道やったりね、まあ、いろんな習い事やってて、体操もやってるから、体の身のこなしはね、まあ、人以上だと思うんだけど、まあ、それくらいで、本当に忍者としての活動をこれまでしてきたわけじゃないんで、うん、普通のね、男子中学生が、まあ、高校を機に、まあ、忍び学園みたいな、忍びの学校に通うことになるんですけど、うん。他のね、その忍びの学校の同級生は、子供の頃からそういう、なんか忍者教育っていうのかな、を受けてきた人たちばっかり。で、これ言ってなかったけど、伊賀と甲賀ってあるって言ったじゃないですか、二大巨頭。伊賀はね、今ね、落ちこぼれって言われてるらしいんだよね。うん。その、もう、やばい、絶滅寸前みたいな感じで言われてるんだけど、逆に甲賀は、日本のその忍者の、その組織の中でもう一番、うん、金も持ってて、人もいて、っていうぐらいの、もうめちゃくちゃでっかいね、ビル、まんま全部その甲賀、なんかね、会社やってんだよね、甲賀。そう、なんだっけな、甲賀コーポレーションじゃないけど、なんか会社の名前があったと思うんだけど、そう、会社になってて、もうそもそも、うん。だからね、そもそものその組織としてのレベルが全然違いすぎるっていうのもあるんだけど、で、なんでその甲賀が、その伊賀の当主である、当主、後継者か、になる予定である、その一時くんを襲ったのかっていう話なんだけど、甲賀のその、ご当主っていうのがまあいたらしくて、その人がね、すごく人も良くて、まあ、忍術の才能もあって、すごいね、歴代の中でもすごい優れた、まあ、忍びだったんだけど、その人がですね、今はね、もう亡くなってるんですよ。うん。で、その亡くなった原因っていうか、まあ、理由っていうのが、伊賀忍者が殺したと、甲賀の人たちは言うんですよね。うん。
伊賀の忍びが甲賀のその当時の最強っていうか、まあ最強か、最強なご当主を殺したと。うん。それで甲賀は、怒って、まあ、自分たちの頭を張ってる人が殺されたわけですから、伊賀許さんってことで、まあ、伊賀のね、後継者である一時君を狙うという話なんだけど、その甲賀のご当主を殺した犯人っていうのが、まあ、果たして本当に伊賀忍者なのかどうかっていうのもよくわかんないんでね、まだ現段階では。うん。ただまあ、伊賀の方も、それで狙われてるっていうのはもうわかってて、うん。で、作品の中でもね、まあ、お母さんと、そのおじさんが二人で話してるシーンがあるんですけど、伊賀の中に裏切り者がいるんじゃないかと。うん。まあ、伊賀を陥れようとする何者かが、だから、その、甲賀のご当主を殺して、で、伊賀を貶めようとしてるんじゃないかなみたいな。うん。まあ、そんな雰囲気でしたけど、うん。まあ、だから、作中に出てくるキャラクターの中に、まあ、誰かしら、まあ、一人なのか二人なのか、うん。ね、わかんないけど、ね、裏切り者がいるかもしれないっていう面白さもね、ありますね。うん。まあ、今、キャラクターページ開いてみると、まあ、結構なキャラクターいるんですよ。私が3話まで見た段階でいくと、そうだね。まあ、キャラクターページ開いて、1段目、2段目、3段目、4段目ぐらい、あ、でも5段目ぐらいは出てるか。うん。6段目以降はちょっとさすがにまだ出てないかなって感じしますけど。だから、おそらくこの中の誰かが裏切り者。うん。だと思うんですよね。はい。だからね、誰なんだろうっていうね。うん。まあ、甲賀の忍びはね、まあ、出てくるんですよ。もちろんね、たくさん出てくるんですけど。で、その忍びの学校に行くと、甲賀のね、忍びは、扱いが全然違うんだよね、もう。うん。寮の施設も、あ、その学生寮なんだけど、学生寮の施設も全然違う。主人公の一時くんとか、まあ、他のね、その、お月の、甲雪って女の子のキャラクターがいたり、まあ、他にもね、他の里の女の子の忍びとかね、出てくるんですけど、は、甲賀の忍者じゃないってことで、もう、ボロい学生寮にね、住まわされるんだけど、まあ、甲賀忍者だけは、こう、特別待遇みたいな。うん。甲賀のね、エリート忍者の、その学生たちっていうのもいて、まあ、要はその人たちが、要は、クラスカーストのトップみたいな感じ。うん。目をつけられたらもうボコボコにされちゃうよ、みたいな。そういうね、感じになってるんで、学校の中においても甲賀の力はまず偉大という感じなんで、うん。まあでも甲賀の人間が、まあ、自分のね、とこの当主を殺されて伊賀を恨んでるわけですから、甲賀の忍びで裏切り者がいるとは思えないんだよね。むしろ甲賀の人間っていう可能性はあるのか。ね。その甲賀の人間が、なんていうの？伊賀を、まあ、何の理由かわかんないけど、伊賀を貶めようとして、自分のとこのご当主を殺して、それを伊賀のせいにしようとしている。っていうのが、まあ、考えうるのかな。まあ、それか、なんだっけな。なんかね、安忍だったかな。安忍って言って、なんかその、忍びの世界の治安を守るなんか組織があるんです。らしいんですよ。ちょっと忘れたんだけど、国の組織だったかな。うん。その、だから、伊賀とか、甲賀みたいな組織が、要は、戦争するとかってなったら、まあ、大問題じゃないですか。ね。まあ、世間一般的には知られてないとはいえ、まあね、戦争するとかってなったら大変ですから、まあそういうのを、まあ、治安を守るみたいな意味合いで組織されたのがね、安忍だったかな。正式名称長いから忘れたんだけど、まあ確か安忍っていう組織があるんですよ。うん。まあその組織もね、まだこれから明かされていくから、もしかしたら安忍が怪しいっていう可能性もね、出てくるんじゃないかなと思うけどね。まあだから、でも、伊賀の人間、どうなんだろうな、わかんない。伊賀の人間で裏切り者がいるのかなっていうね。裏切り者。まあ、誰だろうね。まあ、おじさんちょっと怪しいかなっていう気もしたけど。加賀時貞さんかな。うん。
小西克幸さんがね、声やってるんですけど、すごくね、強くて、まあ、いいおじさんなんですけど、どうだろうね。だってこの、おじさんとお母さんが二人でね、裏切る者がいるんじゃないかっていう話をしたから、まあ、すごくいいおじさんだからね、敵にはなってほしくないなと思うんだけど、でも、おそらくですけど、まあ、展開的に言うと、主人公の一時くんと、その裏切り者の、まあね、忍びが最後ね、多分戦うことになると思うんで、それを考えると、まあ、一時くんが強くなるわけですよね、多分ね、作品を通して。うん。ね、話数を、ね、なんていうの、こう、こなしていくごとにどんどん強くなっていくわけですから、そんな一時くんと張り合えるほど強いっていうと、まあだから、おじさん。もしくは、高節。高節ありえんのかな？誰だろう。まあ、能力を隠してるっていうパターンもあるからね。実はそんな強くないように見えて、実は、みたいなのパターンもあるから。わかんないね。現段階では。まあ、これからたくさんね、他にもキャラクターたくさん出てくるんで、その中にもしかしたらいるっていう可能性もあるからね。はい。というわけで今何分くらい喋ってる？やべ、もう30分くらい喋ってる。ちょっと一作品でこんなに喋るつもりはなかったんだけど。でも結構それだけ面白いってことですね。その主人公が、まあ、そのチート能力を持ってるわけではない。その転生してさ、なんかチート忍者になって、他の忍者をバッタバッタと倒すみたいな、そういうね、まあ、よくありそうな話ではなく、その、少しずつ成長していくっていうお話ですね。その学校のね、忍びの学校の校長先生が言ってるんですけど、忍びという字は心の上に刃と書いて忍びと読むみたいなね。刃だけがあってもダメ、心だけがあってもダメ、刃と心が2つ揃って初めて忍びとなるみたいなね、話があるんですけど、まあ主人公の男の子にはね、すごいこう心がある。なんていうのかな。人を思う心。すごく優しくてね。まあ、等身大の、男の子っていう感じがあって、なんかこう、ぶっ飛んでるみたいな感じがなくて。まあ、だから感情移入しやすいっちゃしやすいのかなとは思いますね。だからそんな男の子が、まあ、心はすでにあると。まあ、ここからね、どんどん強くなっていくとは思うんだけど、そこにこう、忍び、の、まあ、技術だったり、ね、仲間だったり、まあ、刃をね、どんどん手に入れて、本当の忍びになっていくっていう、まあ、話なんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、最初言ったように、これオリジナルアニメーションなんで、本当にね、展開がわからん。原作とかも多分ないですよね、オリジナルアニメだから。だから今期のね、アニメの中でもう、話を追っていくしかないからさ、ね。楽しみですね。まあ、今期他にもね、オリジナルアニメーションって、ね、いくつか。例えばなんだろう。待ってね。今期、Do It Yourself もオリジナルアニメーションかな。秋葉メイド戦争もそうか。オリジナルアニメ。ですよね。PA ワークスだからね。そのぐらいかな、でもね、オリジナルアニメって。他は、そうだね。大体でも原作ありきの作品じゃないかな。ウォッチ・ザ・ロックは原作あるもんね。そう、キララが原作ですもんね。だから、まあそうだね。そんなに多くはないですけど、まあ今期のオリジナルアニメーション結構良作じゃないかな。秋葉メイド戦争もね、もうめちゃくちゃ面白かったし、1話ね、ちょっと今日2話見ようかなと思ってるんですけど、Do It Yourself も今のところめちゃくちゃ面白くてね、癒されてますし、忍びの一時もね、結構面白いですし、今期のオリジナルアニメーションは結構どれも面白いなって感じております。はい。というわけで、まぁ、ちょっとね、1話の感想どころか、1話の内容そのまま喋っちゃったんだけど、はい。というわけで、忍びの一時の、1話から3話まで、ね、見た感想でございました。
はい、2話3話については、まあ、最初にも言ったように10月25日まではね、誰でも無料で見れるようになってますので、はい、おそらくね10月25日になったら第4話が更新されるっていうことだからだと思います。うん、毎週火曜日更新って書いてたかな、確かね。はい、というわけで忍びの一時でございました。はい、よっしゃよっしゃよっしゃ結構喋ったね。はい、というわけで、今回の内容っていうかメインのお話は以上です。はい、で最後にお知らせですけど、まあ、昨日とかね、おとといとかにも喋りましたけど、今日、金曜日の夜8時半から、ラジオトークというね、アプリ、プラットフォームの方で、ポポ犬のポポさんと、週刊、なんだっけ、名前がまだね、ちょっとあれね、まだ名前仮なんですよ。うん。そう、あれのまだ名前仮なんで、ポポさんがね、名前つけてくれたんですけど、もしね、配信聞いて、いや、こんな名前がいいんじゃねえとかね、あったらね、こう、どしどし、なんか、お便りとかもね、送ってくれると、ありがたいんですけど、中間アニメ感想ラジオ、過去仮という名前でね、やっていきますんで、はい。ぜひ、まあ、ライブ配信、ね、聞きに来てくれると嬉しいです。はい。ただ、ライブ配信に関しては、ラジオトークのアプリがないと多分聞けないんじゃないかなと、思うんで、ブラウザでも聞けんのかな？ちょっとその辺はね、わかりませんが。はい。ただ、ライブ配信聞けなかった人のためにね、まあ、別撮りして、うん、音声別撮りして、ポポさんがね、編集を加えたバージョン、編集版っていうのも、ポッドキャストの方で配信をもう始めてますので、はい。ライブ配信聞けなかったとか、ちょっとラジオトークのアプリ入れるのはちょっとなっていう人は、ぜひね、Amazon Music、Apple Podcast、Spotify の3つのプラットフォームでね、聞けるようになってますんで、ぜひそちらを使って聞いてもらえたらいいかなと思います。はい。今日は何の話するんだろうな。うん、いつもね、まあ、ざっくりとね、アニメの話するっていうふうに決めてるんだけど、まあ今はね、ちょうど秋アニメの話が話題になってますけど、今週は何だろう。なんだろうね。今週新しく入ったアニメとかの話になるかな。今週新しく入ったアニメってなんだろう。今週私が見たやつ。それこそ、さっきね、言った秋葉メイド戦争とか。まあ、秋葉メイド戦争ね、先週の配信でポポさんがめちゃくちゃ面白いって話はしてましたからね。うん。私がちょっと遅れて見ちゃったからね。うん。まあ、だから、今週入ったやつとかでもいいし、まだ喋ってないやつとかでもいいしね。はい。って感じですね。まあ、基本的にはアニメの話しかしないつもりではいるんですけど、たまーにね、たまーにちょこちょこ、ちょっと、どうでもいい、話題が挟まったりすると思うんで、うん。まあ、そういうのが嫌だというか、特に聞きたくないなっていう人は、まあ、編集版聞いてもらえればいいのかなと思いますけどね。うん。ライブ配信ではその辺もね、もうまんま流してるんで、うん。はい。って感じです。OK。というわけで、今回の配信はここまで。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。